フェルナンド・フロム・アブはドイツとポルトガルの音楽プロデューサー兼ミュージシャン。エレクトロニック、実験的なポップバンドクラフトワークの元メンバー、キーボード奏者。彼はリスボンに住んでおり、同地で音楽制作スタジオを所有。彼はドイツ語、ポルトガル語、英語に堪能。リスボンのドイツ語学校に通った後、デュッセルドルフでクラフトワークのメンバーである、 フリッツ・ヒルパートとヘニング・シュミッツと共に音楽と電子工学を学ぶ。1985年から1986年までドイツの歌手であるサンドラのキーボーディストとしていくつかのライブに参加。マリア・マグダレナをヒットさせた。電子パーカッショニストでソングライターのカール・バルトス脱退直後にアルバムザ・ミックスの制作中である1990。 1991年冬にクラフトワークに参加。ザ・ミックスの英国ツアー10公演で演奏。当時のプロモーション写真やアルバムについていた小冊子やロボットのミュージックビデオで当時ライブでのパフォーマンスに使われていた彼の顔がついたロボットの姿も確認できる。また、ドイツの人気番組メンシュマイヤーでバンドのメンバーと共にザ・ロボッツを演奏していた。 バンドの共同創立者でリーダーであるラルフ・ヒュッターとのバンドの芸術的方向性の相違により、アブランテスはすぐにクラフトワークを去り、今日までバンドに残っているクリング・クラング・スタジオのエンジニア、ヘニング・シュミッツにとって変わられた。アブランテスは、リスボン国際博覧会公式音楽のプロデューサーの一人で、ある。ありがとうございます。